暖かい日差しがさんさんと降り注ぐ今日の東京国立競技場、今大歓声が湧き上がっております。この国立競技場を埋め尽くしたファンに応える両チームのイレブンがそれぞれ日の丸を持ってブラウンカラーのアンツーカーをこれから一周いたします。これがノッティンガムフォレスト、赤と白レッズという愛称を持っています。今イングランドの中央部ノッティンガムは午前0時や午前3時を迎えようとしております。一方のウルグアイの首都モンテビデオは間もなく午前0時、それぞれの街の人々はもう衛星中継にこうかじりついているのではないでしょうか。今日の放送の解説はおなじみの浜本邦重さんにお願いいたします。川本さん、はい、それにしてもこういうふうに試合前にぐっとこう盛り上がる、またデモンストレーション団というのもいいですね。そうですね、はい、やはりサッカーでは見られない光景だと思いますね、なかなかね、はい、そしてまた今日はまた、川本さんの思い出したんですけれども、はい、あの引退試合の時と同じようにたくさんのお客さんが集まりましたね。そうですね、その時も大歓声だったんですけど、はい、それに劣らず大歓声だったんですね、やはり今日の試合はサッカーファンとしては絶対に見逃せない試合ということになりますね、やはりこれを見なくてはですね、はい、サッカーの話ができないんじゃないかと思いますね。ああそうですか、はい、やはりこれはもうクラブの世界チャンピオンを決める試合ですからね、はい、やはりこれはもうなんて言いますか、グランドで見る人もテレビにかじついて見る人もやはりこれを見なくちゃいけないと思いますね、はい、今ちょうどバックストレッチで両チームが交差いたしました。ブルーと白、そして赤の3色トリコロールというニックネームを持っております。これがウルグアイのナショナルフットボールクラブです。この世界一、決定戦トヨタカップ、ペレ、ベッケンバウアー、あるいはヨハン・クライフがかつて自分のクラブの名誉をかけて戦ったヨーロッパサウスアメリカカップです。まもなく試合が開始されます。1960年に始まりました南米のチャンピオンとヨーロッパのチャンピオンによりますヨーロッパサウスアメリカカップ。これまで南米のチャンピオンが10回、ヨーロッパのチャンピオンが8回優勝を飾っております。もしこの試合でナショナルが勝てば71年に次いで2度目の世界一、一方のノッティンガムは初優勝となります。これがナショナルのエース背番号9番のビクトリーノ、身長172センチしかありませんが非常に俊敏な動きで得点をマークしております。一方のノッティンガムのエースはこの選手トレバー・フランシス、背番号9番、同じ9番ですので、覚えていただけるのではないかと思います。トレバー・フランシスは、イングランドのサッカー史上初めて100万ポンドのトレードマネーを積まれてこのノッティンガムに入った選手、当時の5億円になりますか。さて今両チームのキャプテンがトスを行いました。握手を交わします。右側がナショナルのキャプテンエスパラゴ、そして左側が今日はキャプテン格ですケニー・バーンズ、ノッティンガムの方のキャプテンのマクガバン選手が日本にやってまいりまして、やっぱりちょっとコンディションが悪いということで今日は控えのメンバーにも入っておりません。今日の主審と先審ですがいずれもイスラエルから指名されております。主審がアブラハム・クラインさん、先審はメナヘム・アシュケナーゼさん、モッシェ・アシュケナーゼさんという兄弟、主審のクラインさんは68年のメキシコオリンピックで3位決定戦、あの川本さんが活躍されました日本とメキシコの試合のホイッスルを吹かれた方なんですね。そうですね、はい、印象をまだ覚えてらっしゃいますか。昨日お会いして、大変素晴らしいゴールだったって言って褒めてもいただいた、大変公正な審判をなされる方ですよね、本当に素晴らしいレフリーですね、はい、さて間もなく試合開始ですが、とかくこの試合はこれまで数々の問題を起こしてきた、あるいは流血騒ぎ、あるいは投石騒ぎといったことで、なかなかそのスムーズな試合展開が行われなかった大会もかつてはありました。今日はそういったことで中立国日本での一発勝負、しかも主審先審いずれもイスラエルという中立国から優秀な審判が招かれております。さあ世紀の決戦まもなくキックオフ、今ホイッスルが吹かれました。右にエンドを取った赤いユニフォームがイングランドの一部リーグ一昨年の優勝チームでありますノッティンガムフォレスト、そして左側白とブルー背番号が赤、3色のトリコロールというニックネームを持っております。
ウルグアイのモンテビデオのチーム、ナショナルフットボールクラブです。立ち上がりはまずゆっくりとボールを支配いたします両チームです。まあ、川本さん、この辺りはまず相手の手の内を探ろうというところでしょうね。はい、そうですね、あのお互いにどちらもどういうやり方でどういう選手がこうキーポイントになるのか分かりませんからね、はい、やはり立ち上がりの10分間こうお互いに慎重に相手の出方を見るっていうサッカーになると思いますね。やはりこの10分間というのは大切な時間ですね。そうですね、はい、まずノッティンガムが攻め込みますが、これをクリアしますか、あるいは前方にパスでつなぎますか。ナショナルです。オフサイドはありません。逆にファウルを取られました。フランキー・グレイ、赤いユニフォームがノッティンガムです。さて両チーム試合前の表情はどうでしたでしょうか。今日は両チームに、サッカーに詳しい方をレポーターとして配しております。まずノッティンガムの方は、イングランドのサッカーに詳しい関正義さん、関さんお願いします。はいはい、橋田さん、関です。はい、キャプテンのマッガバン選手によりますとですね、今朝は何かみんな9時ごろ起きまして、卵とトーストで軽く朝食を済ませまして、はい、会場に来たわけですけれども、大変控え室では静かな雰囲気でした。しかしトレバー・フランシス選手がですね、レッツゴーと一言声をかけまして、先頭になって出てきました。何か静かな中にさあ、チームのチャンスだ。ペナルティーエリアの中にボールが入っているぞ。スルーしてシュートはアンダーソン、背番号2番のアンダーソンの豪快な上がり、そしてシュートの場面が見られました。なるほど、トレバー・フランシスが一声かけて大きく規制を上げて出てきたというノッティンガムがまず最初のシュートを放ちました。これが背番号2番のビブ・アンダーソンです。川本さん、ノッティンガムは今のこのビブ・アンダーソンの後方からの上がりという、はい、これが一つの決め手ですね。そうですね、右サイドから非常に精力的に上がってくると思いますね。はい、私も去年の12月ですか、スーパーカップをバレンシアで見たんですけど、ね、やはりカウンターが非常に早いですね。カウンター攻撃、はい、はい、ゴールキーパーのシルトン思い切って体を伸ばしましてこれをキャッチしました。まあ、カウンター攻撃には十分、心積もりができているというナショナルですけれども、はい、やはり今のような攻撃はちょっとヒヤッとしますよ ね、はい、さあまた来たノッティンガムの攻撃です。ボールを持っております。9番のトレバー・フランシス、ボールの持てる選手です。激しいマークに合います。6番のエスパラゴが勝ちました。ディフェンダー中盤の選手でありますがエスパラゴがよくマークいたしましてトレバー・フランシスからボールを奪っております。やはりトレバー・フランシスは長い距離を走りますからね、やはりそれに突き切れるかっていうところじゃないかと思います。あ、そうですね、はい、今のところキャプテンのエスパラゴ背番号6番がついているようですね。はい、非常に速い長い距離を走ってきますからね。はい、ナショナルの6番のキャプテンエスパラゴという選手は66年のイングランド、70年のメキシコ、そして74年のミュンヘンと、この4つのワールドカップの大会に、ナショナルチームウルグアイの選抜チームのメンバーとして出場しているキャリア十分、息の長い選手であります。今日はそのトレバー・フランシスをどのようにマークいたしますか。さて一方のナショナルのベンチの表情はどうでしたでしょうか。皆さんご承知のかつてブラジルのプロチームコリンチャンズでプレーをされましたセルジオ・エチゴさん、お願いします。ウルグアイのベンチですけども、はい、まずモヒカ監督さんは、もうこれはやることはもう今度は選手が四角の中でやるしかないと、そのとは神様に頼むことだと、はい、でビクトリの選手はですね、非常に勢いが入ってて、今年はコパディオレでも優勝してますし、そうですね、イングランドだけが参加しなかったですから、はい、まあ、今日はこれを勝ってですね、完全世界のワールドカップ優勝したチームには全部勝ったと、はい、して冗談でですね、はい、彼が今日はうちの天国とノッティンガムの地獄にこの国立競技場をしたいと。なるほど、それが以上です。面白い表現ですね。今セルジオさんから話がありましたが、そのコパデオーロというのは実はウルグアイでは1930年に第1回のワールドカップ、これはナショナルチーム同士の世界一を決める選手権大会でありますが、そのワールドカップが開かれております。そしてその大会の50周年を記念いたしまして、今年の1月10日に決勝戦が行われましたゴールドカップという大会でした。これには6カ国のかつて、ワールドカップで優勝した国が招かれましたが、イングランドだけは優勝経験がありましたが、ちょうどシーズン中ということで参加いたしませんで、2回準優勝をマークしておりますオランダが招かれました。そういったことでビクトリーの選手は、
イングランドが相手にならなかったので、ここでその本当の意味での世界一を決めようというその意気込みを、披露してくれたんだというところです。さあケニー・バーンズが上がります。中盤でおっとちょっとボールコントロールにミスがあった。ドットとよめいております。国立競技場です。さて、前半も今5分を経過したところですが、川本さん、ここまで両チームどうですか。はい、やはりちょっとあの英国のなんて言いますか、厚みのある攻撃がですね、はい、前半これで2本シュートを打ちましたですね、はい、まだウルグアイ特有のそういう柔らかなサッカー、個人技を生かしたサッカーがまだ発揮されてないというところじゃないかと思うんです。なるほど、はい、英国はやはり非常に中盤から の、 その攻撃、またディフェンスですね、それが厚いですね。まあ、ノッティンガムはですね、はい、ちょうど先週の土曜日に、リーグ戦がありまして、そして今週の土曜日には FA カップ、はい、イングランド の、 その全部のチームを集めた日本の天皇杯に当たる大会ですね、はい、その FA カップの5回戦を予定しているということで、もう一つそのコンディション作りが難しかったということを言っていますけれども、立ち上がりは非常にいいということですね。はい、やはり何て言いますか、気候がですね、はい、英国の、まあ、長い旅をしてきましたですけどね、はい、気候がやはりこれよりもまだもっと寒いですからね、英国の方は。ですから非常にサッカーがやりやすいんじゃないかと思います。あ、そうですか。はい、まあ、一方のナショナルの方はもうレギュラーシーズンは終わっております。さあまたイングランドが攻め込む。ノッティンガムが大きく陣内に入っております。ナショナルの方はもうシーズンオフであります。ちょうど今は真夏なんですが、そういったこともありまして日本には2月の4日にやってまいりました。1週間前に入ってこの日本の寒い気候に慣れよう、そして時差を取ろうということで調整に励んでまいりまして、昨日の練習を見ている限りでは非常に体が軽いという感じがしましたね。はい、やはりコンディション作りはもうやはり英国の、ウルグアイの方は最高にできてるんじゃないかと思いますね。はい、さあまた攻め込むトレバーフランシスだ。1回左に叩くか、そのまま持ち込んで、うん、切り返した。このボールはカットされました。よく読みました。キャプテンのエスパラゴです。もう1回攻め込みます。背番号15番のスチュアート・グレイ、そして11番、これがロバートソンです。いや、3番のフランキー・グレイ、この選手も若い選手です。フルバックの選手がここまで上がってきます。15番のスチュアート・グレイ、グレイからグレイにボールが渡りました。タッチラインいっぱいのところで、これが11番のロバートソン、これに対して激しい当たり。背番号2番です、モレイラの激しい当たりがありまして、これはホイッスル。やはりこの辺がすごいところですね。はい、はい、迫力あるプレーです ね、 ですね。ボールに行っておりませんので、これはファウルです。もうこれぐらいのファウル食らってもですね、平気ですよね。そういうところがやはり鍛えられたプロのなんていうか選手って言いますかね、はい、体がこうできてるって言いますかね。またフランキー・グレイからロバートソンです。この11番のロバートソンは昨年、1980年のヨーロッパチャンピオンズカップ、相手は西ドイツのハンブルガー・シュポルトフェラインでありましたが、オフサイドですね、オフサイドですね、はい、15番のスチュアート・グレイにオフサイドがありました。ご覧のように先進のフラッグが上がっております。そのヨーロッパチャンピオンズカップの決勝戦で唯一の得点をマークして、今日のこのトヨタカップ決勝進出、その権利を得る決勝ゴールをマークしたのがノッティンガムの11番のロバートソンであります。それではここで両チームのスターティングイレブンをご紹介いたしましょう。赤いユニフォームのノッティンガムフォレスト、右から左に攻めております。再三再四チャンスを迎えておりますが、まだ得点がありません。このノッティンガムフォレストは11人中10人が、ナショナルチームのメンバーです。イングランド、スコットランド、あるいは北アイルランド、そして、スイスの代表メンバーもおります。ゴールキーパーが1番のシルト、2番が先ほど鋭い上がりを見せました攻撃的なセンスを持っておりますアンダーソン、そして3番がフランキー・グレイン、15番がスチュアート・グレイン。さあまた長いボールです。ゴールキーパーのロドリゲスだ、これはファウル。ケニー・バーンズにファウルがありました。ゴールキーパー、これはナショナルのゴールキーパーのロドリゲスです。さてノッティンガムの方ですが、それから5番がロイド、ラリー・ロイド、長身 1m86cm の大柄なディフェンダーです。6番がケニー・バーンズ、もともとはフォワードの選手でありましたが、このノッティンガムではほとんどスイーパーのポジションを取っております。それから7番が中盤でオニール、8番がポンテ、このポンテがスイスの代表選手です。さあ今度は2番モレイラが上がりました。ナショナル、さあ前で入った、シュート決まった。
イラから、そして鮮やかなシュートビクトリーノが決めております。先制点10分を過ぎたところであります。ナショナルが先制点をマークいたしました。初のシュート、それが得点に結びつきました。ウルグアイのナショナルフットボールクラブが先制点をマークしております。トヨタヨーロッパサウスアメリカカップ、あ、素晴らしいシュートでしたね。そうですね、あの低いセンタリングを前で、ワンタッチですね、はいはい、その後がやっぱり早かったですね。期待に応えて見事な得点をマークいたしました。ノッティンガムのメンバーはその後フランシスが9番、10番がウォレス、そして11番がロバートソンと、これがスターティングイレブン、ノッティンガムフォレストです。先制点はナショナルがマークしております。今度はノッティンガムのチャンス、これがナショナルの監督のムヒカさん、かつてこのチームでプレーをいたしまして、71年にこのワールドクラブカップ、ヨーロッパサウスアメリカカップでロングシュート、ケニーバーンズ、ヒヤッとしましたナショナル。71年の優勝した時のメンバーとして活躍いたしました監督のムヒカさん、今シュートを放ちましたケニー・バーンズです。それではナショナルのメンバーです。ゴールキーパーが今プレーをしておりますロドリゲス、ナショナルチームのメンバーです。そしてディフェンダーは2番のモレイラ、先ほどアシストをマークしておりますが、このモレイラもナショナルチームのメンバー。4番がブランコ31歳、3番は若いエンリケスストッパー、そして5番がゴンサレス、この選手は24歳です。ここでまたホイッスルがありました。ナショナルのミッドフィールダーは8番のミラール、6番のエスパラゴ、10番のルサルド。ルサルドは、79年に東京で行われましたワールドユースに出場しております。残念ながら怪我で実際のプレーには参加いたしませんでしたが、ベンチに入っております。それからフォワードは7番のビカ、俊足の選手、9番がビクトリーノ、先制点をマークしました。そして11番がモラレス、ビクトリーノとモラレスも、ナショナルチームのメンバー、先ほどご紹介しました今年の1月10日のコパデオーロの決勝戦に出場している選手です。さあこれでちょっと流れが変わるんでしょうか、それともイングランドがまた激しく攻め込んで、ウォレス、10番ウォレスのシュートは左のサイドネット、いやもう本当に目が離せませんね。そうですね、3本とも非常に素晴らしいシュートですけど、ね、はい、もう一つ月がないっていう、あ、月がない、はい、うん、今でもウォレス体をうまく反転してですね、はい、素晴らしいシュートを打ったですね、はい、ですから、なんて言いますか、そういう厚みのある攻撃、もう一つはウルグアイのカウンターアタックですね、ゴール前の、なんて言いますか、身のこなしの柔らかさ、はい、そういうところでこう明暗が前半の10分で出たみたいなんですね。前半の10分に先制点をマークした今ボールリフティングを見せまして、また場内がどっとどよめいておりますが、ビクトリーノが決めております。さあまた長いクロスパスだ、逆サイドへ振って7番のビカが待っている、さあどうだ、これはオフサイド、オフサイドです、はい、得点にはなりません、オフサイド。10番のルサルドのシュートは得点にはなりません。今のシーンをご覧いただきましょう。前の選手がオフサイド、これですね、はい、はい、右の選手、その前ですね、ビクトリーノがオフサイドになってるんですね。そうですね、はい、ビクトリーノがオフサイド、シュートをしたのは10番のルサルドでありますが、その前にボールを持っていないビクトリーノが前に出ていましたので、これがオフサイドの反則。いやー、これはちょっとノッティンガム危ないですね。ディフェンスの点でちょっとあれですか。そうですね、ちょっとなんて言いますかね、甘いって言いますか、掴みきれてないですね、そういう。あ、そうですか、はい、はい、9番のここまで引いております。トレバー・フランシス、ここも激しいタックル、チャージがありました。6番のエスパラゴのファウルがありました。フリーキックです。右に振って、これがラリー・ロイドです。今ご覧いただいておりますのが先ほどのファウルのモーションです。3番のフランキー・グレイ、右足で流して11番のロバートソンへ、これはロバートソンの足に当たってボールが出てしまいました。ここまで4本のシュートがノッティンガム・フォレスト、一方のウルグアイのナショナルは1本のシュート、その1本が得点に結びついております。攻めてはいるんですが、川本さんのお話のように、はい、もう一つその突きがないという感じなんですね、はい、画面でご覧いただきましたアルファベットのメンバーの紹介ですが、これは実は今日のこの試合は
日本では32局をネットして、各地の皆さんに、お伝えしておりますが、さらに世界43カ国に衛星中継で送られております。これは東京オリンピック以来という、その衛星中継の受けている国の数の多さであります。もちろんこの試合ラジオでも中継されておりまして、今がちょうど午前3時を過ぎたところのイングランドのノッティンガム、一方のナショナルは午前0時を回ったところです。私がイングランドのノッティンガムのシティグラウンドでゲームを見たときにはですね、2月の11日の午前3時ベッドで、トレントラジオを聞いてノッティンガムを応援しようという電光文字が出ましたけれどもね、まあ、今本当にノッティンガムの皆さんは手に汗握って何としても追いついてほしいと、そうですね、ラジオの向こうで応援してるでしょうね、まだ十分な時間がありますからね。そうですね、時間も十分ですしね、点を奪い返す力もありますノッティンガムフォレスト。これがノッティンガムフォレストの監督のクラフさんです。75年の1月にこのノッティンガムフォレスト、当時はまだ2部リーグにおりました。そして、このクラフさん、そしてピーター・テイラーさんという助監督と二人三脚でこのチームを一部に引き上げ、一部に入ったと同時に一部リーグ優勝という快挙を成し遂げ、さらに翌年には79年のヨーロッパチャンピオンの派遣を取るという素晴らしいチームに仕立て上げました。2年連続ヨーロッパチャンピオンに輝いたノッティンガムフォレストが今年のトヨタカップの参加資格を得て、今東京で一発勝負に臨んでおります。モレイラの大きなパス、このボールはノッティンガムが奪いました。イアン・ワレス、もう一回ワレスへのリターンですが、これはダメ。前半の15分を回っております。1対0、1点をリードしている白とブルーのインフォーム、またチャンスを迎えたビクトリーノだ。シュートを打てるかどうだ、激しいチャージ、これはホイッスルがありません。主審のアブラハム・クラインさんはホイッスルを吹きません。9番のビクトリーノ、先制点をマークしております。その向こうに映っているのが11番のモラレス。ご覧のこのプレー、これはホイッスルがありませんでした。ゴールキックと変わっております。ゴールキーパーのシルトン、フランシスがバックパスをいたしますがダメ、パスがつながりません。下がってボールを受けます。10番のルサルドから7番のミカへのパス、3番のフランキー・グレイがボールをコントロールします。グレイが前方にボールをフィード、ワレス争います。3番のエンリケスが勝ちました。この辺りナショナルも非常に激しいマーク、そうですね、いいディフェンスですね、はい、さあ7番のミカがボールをコントロールして逆サイドへクロスボールだ、ゴール前をよぎる、まだボールが生きている。モラレス35歳、懸命に走ります。このモラレスという選手もムヒカ監督と同じように71年のこのワールドクラブカップのチャンピオンになった時のメンバーです。ゴンサレスが長いボールを入れます。ロングスローです。ヘディングの競り合いだ。おー、オーバーヘッドキックはどうでしょうか。これはクロスバーを越えました。しかし、はい、なんて言いますか、 お互いのゴール前ですね、ボールがどこに落ちてくるのか、そういう次の読みっていうのがね、やはり素晴らしいですね。ああ、そうですか、はい、やはり全員がですね、次の手次の手っていうところを読んでますよね。ですから、その非常にこの攻撃にしろ熱いですよね。次から次へとこうボールを取りに来るって言いますか、はい、読んで心を熱くするっていうところがですね。それではここから見てみましょう。これがポンテ、スイスの代表選手です。ボールの持てる選手です。この選手がボールを持ちますとリズムが変わります。もう一回ポンテにボールが戻ってきました。これはフランシスがボールを受けに行きましたが、パスはワレス、これはワレスのファウルです。この背番号10番のイアン・ワレス、あるいはご記憶の方もいらっしゃるかと思いますが、78年のジャパンカップで日本にやってまいりました。コベントリーシティのメンバーでしたが、80年のシーズン前、去年のシーズン前に120万ポンドという、先ほどトレバー・フランシス選手が79年、9年に100万ポンドでトレードされたという話をしましたが、それが史上初、以後10人から12人の選手がイングランドのリーグでは100万ポンドを超える契約金でトレードが行われておりますが、このイアン・ウォレス選手は昨年120万ポンドという値段がつきました。非常に小柄ですけどもね、非常に体の小らしく使い方がうまいですね。川本さんも実際にプレーされましたね、一緒に、はい、そうです、同じフィールドでね、はいはい、
これがウォレス、はい、非常にこう相手を自分の体でカバーしてですね、ボールを受けるのが非常にうまいですね。さあ今度はナショナルのカウンターアタック、ビクトリーノが追いましたがダメ、ウサルドからのパスでありましたがこれはちょっと長すぎました。172センチのビクトリーノ、コパデオーロの活躍、そしてさらにこの大会に出るために、ナショナルの、いや、南米のチャンピオンを決めるリベルタッドオレスカップという試合がありましたが、その時の得点王ということもありまして、その活躍が認められて現在20分を経過しておりますが、南米はおろかヨーロッパのクラブからも大変引き合いが多いという選手、9番のビクトリーノ。このあたりちょっと、はい、お粗末という感じもしますけど、いかがですか、ね、はい、また2番のモレイラからのパスです。7番のリカ、俊足のピサ、リカボールを持ってからが非常に速いんです。懸命に帰りました。5番のラリー・ロイド、大きな選手、186センチあります。そして182センチのピーター・シルトン。このピーター・シルトンはかつて、実際に自分でワンゴールを決めたことがあります。 PK ではありません、自分で、ミッドフィールダーまでボールを運びまして、そこから蹴ったボールが風に乗ってゴールを割ったという。あ、そうですか、まあ、高校選手権の試合ではさ、はい、ロバートソンからの展開ですがナショナルのボールです。ヤンマーに入りましたあの小松選手がですね、はい、50メートルのロングシュートを決めて、ファンをあっと言わせましたけれども ね、ですからピーター・シルトン選手の場合には70メートルぐらいのシュート、はい、これが決まっているんだそうですけれども、やはりこの前の南米 あのミニワールドカップですか、はい、その時でも決勝の2点をビクトリーノが入れてるんですね、はい、非常に先ほども見てきた方にお話聞きましたら、ゴール前のこう反応っていうんですかね、それが非常に早いらしいですね。あ、そうですか、はい、まあ、それだけに相手のディフェンダーも予測がつきかねる、そうですね、予測の先のプレーがある、はい、ということになるわけですね。ですから今の最初の先制点にしたってですね、はい、非常に相手の前でペッとカットしてですね、自分のボールにしてボールを近距離からのシュートを打ったんですけども、非常に判断って言いますかね、ゴール前のそういう鋭さっていうのがある選手だと思いますね、はい、前半の22分を経過いたしまして1対0、白とブルーのユニフォーム、ウルグアイのナショナルモンテビデオが1点をリードしております。10分にビクトリーノが決めております。今川本さんのお話のありましたエースストライカーのビクトリーノが期待に応えてまず先制点をマークしました。ナショナルフットボールクラブ、1899年に作られたクラブであります。それまでには、イギリス人の経営していた鉄道会社のクラブチーム。おーっとゴール前にボールが出た、ヘディングシュート、はい、あーっと11番のロバートソンのヘディングシュートは左に切れております。この辺りも隙がないか。そうですね、非常にここからのいいセンタリングだったんですけどね、はい、完全にフリーでしたね、はい、全部抜けてですね、もう一歩このなんて言いますかゴール前の爪がですね、はい、ロバートソンの爪が速ければですね、真正面からヘディングできたと思うんですけども、はい、ちょっと遅れたですね。一方のナショナルでありますが、1890年代にはセントラルウルグアイレイルウェイクリケットクラブ、クリケットのクラブ、そこがサッカーをやっておりました。しかしこれはイギリス人の経営する鉄道会社のクラブということで、なんとしてもウルグアイ人だけのチームを作ろうということで、これはオフサイドです。学生たちが集まって作ったのがこのナショナルという名前をつけたフットボールクラブ、1899年に出来上がっております。そしてその後、その一方のイギリス資本の鉄道会社のクラブが1914年にペニャロールという名前に変わりました。以来このペニャロールと、そして、ナショナル、これがウルグアイのリーグの双璧となりまして、互いに優勝を争ってまいりました。このナショナルフットボールクラブは1902年以来33回のリーグ優勝をマークしております。そして1971年には先ほどから再三ご紹介しておりますが、南米クラブチャンピオンを決めるリベルタッドオレスカップの優勝チームとなり、そしてワールドクラブカップではギリシャのパナシナイコスというチームを破って初の世界一に輝いております。もしこれに勝ちますと2回目の世界一チャンピオンチームということになります。前半の25分を経過いたしまして1対0とナショナルが1点をリードしております。
ナショナル陣内にボールが入りました。お、ここで警告ですか。そうですね、クラインさんが厳しく警告を与えます。はい、一つ笛を吹いた後、ボールを蹴ったですよね。そうですね、そういうところは非常に厳しいですよね。はい、私もメキシコのオリンピックでやられたことがあるんですけどね。あ、そうですか。ポケットにパッと出た時にですね、はい、やはり次の赤い紙が出てくるんじゃないかと思ってね、びっくりしたことがあった。あ、赤になりますと退場ですからね。そうですね、はい。さあゴール前だ。どちらが勝つか競り合いです。このクラインさんのホイッスルが先ほどから再三マイクを通じてお耳に達していると思いますが、そのホイッスルも非常に力が入ってます ね。 そうですね。こうなりますと選手もはっきりとこう示されるんで気持ちがいいと思いますが、何と言いますか、主審がですね、はい、やはり笛を吹いたらもうそれでストップですからね。その後の行為をしたらですね、すぐやっぱり権威を持って、はい、処罰するって言いますかね、処理をしますよね。そういうところはやはりこう見ててもですね、すがすがしいですし、なんて言いますか、文句の言えないはっきりした笛を吹きますよね。毅然とした態度っていう感じですよね。はい、まあ、川本さんが銅メダルをお取りになりましたメキシコオリンピックの3位決定戦、その時に吹かれたクラインさんなんですが、その後、78年のアルゼンチンで行われた、ワールドカップでは3位決定戦のホイッスルも吹いております。これまでに20回の FIFA 公認試合を主審を務めたというクラインさん。1点を追います赤いユニフォームのノッティンガムフォレスト、レッズという愛称があります。赤と白の縞模様の毛糸のマフラーとか、あるいは帽子をかぶったサポーターが本拠地のシティグラウンドを埋め尽くしまして、そして、今のようなちょうどこういった状態、膠着状態を迎えますと、カモンユーレッズ、さあ行けレッズという声がどっとこう場内に湧き上がります。今日はちょっとこの日本のファンということでそれがないんで、そうですね、ノッティンガムの選手も、はい、あるいは物足りないかもしれませんけれども、しかし今場内はぐっと見渡しますと、もう満員のお客さんが詰めかけております。あるいは静かな観客だなという印象を持ってプレーを続けているかもしれません、フィールドの両チームの選手。ノッティンガムフォレストは1865年にフットボールのクラブができておりますが、その前1825年にできました、クリケットに似たシンニーというクラブのメンバーが、そのクリケットのスティックをサッカーのボールに変えまして、フットボールのクラブとして誕生しております。そして1892年に一部入りを果たしましたが、その後三部から一部の間を行ったり来たりいたしました。そして1957年から72年には一部にいましたが、72年から77年のこの5年間は残念ながら2部に低迷しておりました。その75年に、現在のブライアン・クラフ監督が招かれまして、ついに一部入りを果たし、そして今こうして、世界一のチャンピオンのチームを決めます、トヨタカップ出場するという大変なチームに育て上げたわけであります。まあ、川本さんは西ドイツのですね、はい、クラブにはトレーニングにおいでになったこともあると思いますけれども、はい、まあ、ヨーロッパとかあるいは南米の場合にはスポーツの中心は何といってもクラブなんですね。はい、そうですね、やはり一つのスポーツクラブがですね、はい、いくつもの競技種目を持ってましてね、その中の一番の、まあ、なんて言いますか、メインがやはりサッカーになるわけですね。はい、でまあ、サッカーのサポーター、つまり支持者によって会費が払われたり、はい、あるいは、会場に詰めかけるお客さんの入場料収入でそのクラブを運営しているという、ね、ということになるわけですね。はい、まあ、その南米とかあるいは西ドイツのクラブとはちょっと形が変わりまして、ノッティンガムの場合にはサッカーだけのクラブということでありまして、はい、あ、そうでございますか。はい、しかしその、まあ、1975年、はい、ブライアン・クラフ監督がやってくるまではですね、グラウンドの芝ももう伸び放題、荒れ放題といった状態だったんですけれども、はい、クラフ監督が2部から1部に引き上げて、そして、リーグのチャンピオンになって、当然その試合数も増える、はい、お客さんも増える。さあまたビカがボールを持ちました。ディフェンダーが懸命にカバー、ラリーロイド、まあ、それでその入場料収入が増えたおかげで昨年には素晴らしいスタンドを作り直しましてね、まあ、そのあたりが非常に敏感に反映いたします。クラブというシステムです。45分ハーフ前半の30分を経過いたしました。ここでナショナルがまたチャンスを迎えております。
右のコーナーキックを蹴ります。11番のモラレス、35歳のベテラン選手であります。ゴール前に詰めておりますビクトリーノ、スタートを切ります。ボールはどこへ出るか、ビクトリーノまで達しません。ルサルドがボールを胸でコントロール、ロングシュートを見せましたがこれはオフサイド、選手が返り切りませんでした。ちょっと膠着状態が続いておりますが、この辺りでノッティンガムとしては前半でやはり何としても1点返したいところでしょうね。先ほどからですね、はい、少し膠着状態になっていると言いますかね、ちょっとやはりウルグアイの方はですね、真ん中が硬いですよね、中盤が、はいはい、どうしても真正面から攻めているような感じですよね。はあはあ、ですからもう少し硬、ね、はい、いんですね、はい、ですからね、両翼から攻めた時っていうのは案外こうチャンスが生まれている、うん、ですからそういうところをもう少しなんて言いますか、使えばですね、はい、いいんじゃないかと思うんですよね。さあ、トレバーフランスの左足のシュート、これはゴールキーパーのロドリゲスが抑えました。このフランシスと、はい、それからもう一人のウォレスですね、はい、この二人がツートップという形で、はい、11番のロバートソンはやや引き気味なんですね、はい、ですからそのあたり、左右両翼からえぐる攻撃、もっと運動量を興奮しなければいけないということですね、はい、その糸口を掴んでいる11番のロバートソン、あるいは右に入りますポンテ、この辺りの、動きがもう一つキレが欲しいという川本さんの指摘でありますが、ノッティンガムフォレスト、またナショナル陣内でボールを取りましてフリーキックであります。ゴールまでおよそ30メートルの地点、非常に大きなホイッスルが吹かれます。ボールをキープいたします。これからフリーキックをします。ポンテ、スイスの代表選手、背番号7番、ゴール前に詰めます。お、ケニー・バーンズが上がってまいりました。そしてラリー・ロイドも上がってきました。ヘディングを狙いますか、どこへボールを合わせるか。もちろんトレバー・フランシスもいます。スタートを切ります。ラリー・ロイドへのヘディングのシュートだ、落とした。わーっと、ケニー・バーンズは打てない。もう一回フランシス、ちょっと押された。ボールを一回戻す。3番のフランキー・グレイ、中央でウォレス突っ込む、ダメだ。コーナーですね、はい、コーナーキックですね。5番のゴンサレス、ボールを向こう側に蹴り出しました。今のプレーをご覧いただきましょう。ウォレスとゴンサレス、この辺後が早いですね、はい、ゴール前詰めていくのがね、やはりこの辺りのカバーリングですね、はい、やはりなんて言いますか、体の大きい人で小さい人、はい、やはりそこのところにお互いの特徴があると思うんですよね。ゴール前ヘディング、ボールが落ちた。これはフランシスのヘディングシュートはなりません。握手を交わします。ちょっと蹴られました。ゴールキーパーのゴンサレ、ロドリゲス、はい、まあ、こういう非常に後が爽やかですよ ね、 そうですね、爽やかって言いますか、はい、このしょうがないですもんね、はい、やはりこういうゴール前お互いゴール向かっていくんですからね、はい、足に当たる時もあるし、もうそういうことはあまりこだわってないですよね。あとはっきりしてるっていうのは ね、はい、やはりこの世界のトップの選手って言いますかね、一流の選手ですよね。ただ今日はその中立国の日本で行われているということで、はい、またナショナルのチャンスですがオフサイドです、はい、まあ、これまではこの、はい、ヨーロッパサウスアメリカカップというのは、はい、それぞれの本拠地で、1試合ずつですか、行われ、いわゆるホームアンダーウェイということで、はいはい、まあ、相手のチームに行きますと非常に激しい、ね、観衆のブーイングとかヤジとか、はい、そういったことがあって、はい、まあ、選手がよりエキサイティングな試合をしたということで、しばしば流血騒ぎとか、はい、あるいはその激しいプレーが起こって、そういったことがありまして、今回は中立国のゲームということになったわけでありますが、さあ今度はロバートソン、ボールを持ちます。ゴール前で詰めますウォレス、そしてトレバー・フランシスが手を挙げている画面の一番向こう側です。ワレス、うわっとスルーしてどうだ、あ、詰め込んだ、アンダーソン、ダメ、アンダーソンのシュートは右に切れております。再三いい形を作るんですが ね、はい、もう一つこうなんていうか、非常に今のスルーなんかしてもですね、はい、いいんですけどね、もう一つ突きがないっていう感じですね。これまでイングランドは7本のシュートを打っております。そのうちの2本がこのアンダーソン、もう一つそのゴールを割ることができません。今公式の発表がありましたが、今日の観衆は6万2000人、現在この国立競技場は警備それから安全上の問題から6万2000人以上は、切符を発行してはいけないということになっておりますので、これはもう超満員ということになります。
もうフルタイム、フル監修ですね。そうですね、はい、さあ11番のロバートソン、ドリブルで持って上がります。左に開くか、中央突破を図ります。この辺りが先ほど川本さんのご指摘がありました、はい、中央は非常に厚い守りがあるナショナル、もう少しえぐってもいいんではないかという攻撃なんですが、はい、はい、ですから、ね、どうしても2トップですからね、はい、あの両翼からの攻めがですね、あの遅くなるんですよね。あー、なるほど、はい、やはりですから2番手、中盤の2番手の選手がですね、はい、非常にこう活動量を多くしないとですね、はい、なかなか両翼から破れないということになると思うんです。その辺がやはり2トップの、あの一番の欠陥って言いますかね、はい、両ウィングがピタッと張ってませんからね、あのあれなんですけども、はい、やはりもう少し2番手の選手が両翼から長い距離を出ていくっていうことをした方がいいんじゃないかと思うんですけどね、はい、さあ黒人のビブ・アンダーソン選手、そしてこれがラリー・ロイド、イングランドの代表選手です。長身の選手、186センチあります、まあ、このラリー・ロイド選手というのは去年の秋に、8年ぶりに代表選手に復活したんですが、練習が終わって喫茶店にいるときに奥さんが新聞を抱えて入ってきた。おっと、ゴールキーパークロスプレイ、ラリー・ロイド選手は奥さんが入ってきたんで、おまた今度は、トレードの話かっていうふうに聞いてみたんですが、奥さんが血相を変えて、いやそうじゃないわよあなた、また、イングランドの代表選手に選ばれたわよあなたというふうに、飛び込んできたんだそうですけれどもね。あ、そうですか。まあ、その時の驚きよう、そして喜びようは本当に何事にも変えることができなかったというふうにラリー・ロイド選手は話しておりますけれども、やはり8年ぶりにその代表選手になるというのは本当にすごいことですね。そうですね。これは激しいプレーがありました。ファウルですね。アンダーソン選手にファウルがありました。もう間一発のところですよね。もうペナルティーキックになりそうですもんね。はい、もう1メーター中に入ったらペナルティーですよね。ご覧いただきましょう。ああ、確かにそのラインのギリギリのところで ね、トリッピングですね。この辺りはやはり見てるんでしょうね、アンダーソン選手は。そうですね。はい。もうここで止めなきゃもうどうしようもないっていうところでしょうね。上空ヘリコプターからご覧いただいております。ゴール前の選手の布陣。9番のビクトリーノがやや引き気味、ゴール正面、その後ろにエンリケスが上がっております。背番号3番、そしてさらにその後ろ、これは2番のモレイラです。1回戻した、モラレスのシュート、ゴールキーパーのシルトンが抑えました。16番のミラールでした。オフサイドですかね。オフサイドがありましたが、はい、ですからウルグアイの方はですね、両ウィングがピタッと張って普通の 4-3-3 のシステムを取ってますので、ね、はい、非常にそのウィングに出た時の攻撃の幅の広さっていうのはありますよね。ですから非常に快速と言いますか、技巧を凝らしてですね、はい、攻め込んでいくというところにウルグアイの特徴があると思います。なるほど、はいはい、ボールを支配しているのは赤いユニフォームのノッティンガムフォレスト。パスをカットしました。9番のビクトリーノ、下がってボールを組み立てます。これはオフサイドですね、はい、帰りきりませんでした。7番のビカ、まあ、先ほどちょっとベンチのムヒカ監督が映りましたけど、ムヒカ監督はこのチームでプレーした後、71年以降今度はフランスに行きまして、はい、そのコンチネンタルのサッカーを実際にプレーして、でその後プロコーチのライセンスを取った方なんですね。でこのノッティンガムに、いや、ナショナルに去年の80年の1月に監督として迎えられまして、さあノッティンガムのプレーだ、上がってきます。ラリー・ロイド、そして左に振ってどこへボールを出す、えぐります。11番のロバートソン、ボールをコントロールします。切り返してドリブルで入る、はい、これはいいプレーだが、よく守りました、はい、よく帰りましたですね。20、30の、はい、厚い守りですね、はい、2番のモレーラ、ゴール前の爪を見ましょう。ウォレス、ボールを落としてコンテのシュート、ダメだ、もう1回、2番のアンダーソンもシュートが打てません。実に厚い守りです、まあ、そういったことでムヒカ監督はヨーロッパのサッカーをこの南米に持ち込んだというふうに言っているんですけれどもね、まあ、スイーパーシステムとか、あるいは、比較的こう最終ラインは南米によくあるゾーンディフェンスよりもマンツーマンで守るという、ね、そうですね、はいはい、さあこれはチャンスです。ノッティンガムのチャンス、ゴールまで20メートルちょっとの地点です。フリーキックのチャンスです。前半の40分を経過いたしまして、残り5分、どういう攻めを見せますか。もちろん6番のケニー・バーンズも上がっております。
ヘディングの得意な選手も上がっております。ボールを流したフランキー・グレイ、ボールが足に当たって惜しい。しかしこれはコーナーキックです。今のプレーをご覧いただきましょう。壁を作ったナショナルの選手、もっとここで、蹴り出しておりますね。はい、いっぱいのとこですね。はい、さあコーナーキックです。ゴール前で手を挙げます。6番のケニー・バーンズ、そして7番のポンテも上がっている。10番のワレスは後ろだ。さあワレスにボールが落ちるか。ラリー・ロイドか。ヘディングシュートだ。ハンドリングの反則はありません。これはファウル、オブストラクションですね。オブストラクション、はい、はい。9番のビクトリーノにオブストラクションのファウルがありました。今のハンドだって言って、そうですね、思わず手を挙げましたね、はい、アンダーソンですが、アンダーソンがボールをプレーします。ボールキーパーのロドリゲスが出ます。これがブライアン・クラフ監督です。非常に個性豊かな選手、日本テレビから BBC の日本語放送に出向しております高尾アナウンサーは、このブライアン・クラフ監督が、テレビの解説に出た時のことを聞いておりますけれども、非常に個性豊かといいますか、面白い解説をするんですね。あ、そうですか。また話し上手でもあるということを言っておりましたが、本当に数々の話題を生み出しているブライアン・クラフ監督。とにかくこのチームを70年代の後半に破竹の進撃に導いた、それだけでも大変な監督であるという評価がイングランドでは高まっております。右側の白いジャンバー姿がブライアン・クラフ監督です。腕組みをして戦況を見合っております。まあ、このノッティンガム・フォレストというチームは非常に初めて尽くしというチームでありまして、1874年、今から106年も前に初めて、スネアテを発明して選手につけさせたチーム。今はもうディフェンダーの選手といいますとほとんどがスネアテをつけておりますが、その発明したチームであります。また1878年には初めてレフェリーのホイッスルを試合で使ったという、それまではハンカチを使ってファウルがあるとレフェリーがハンカチを取り出して大きく振ったという、そういうチーム、ホイッスルを初めて使ったチームであります。これもまた際どいところで反則がありまして、はい、フリーキック、ペナルティーキックにはなりません。やはりあの辺はもう、なんて言いますかね、残り2分、チャンスだ。ヘディングでクリアした。もう1回、この辺りでディフェンダーのボールになります。ドリブルをするのもですね、何をするにしてもやっぱ迫力がありますよね。やはりその名誉と、そして自分の名誉にもかけてプレーをしているという意気込み、そうですね、それが感じられるわけですね、はい、ゴール前にボールが上がります。ブランクが大きくボールをクリアします。背番号4番のファン・カルロス・ブランコは31歳、この選手も、71年のこのナショナルが世界一になった時のメンバーであります。ボールをプレーいたします。エスパラゴキャプテンです。これはタッチラインを割りました。残り試合時間前半はあと1分になろうとしております。これもファウルです。だいぶ激しい当たりになりました。もしこれがノッティンガムの本拠地シティグランドで試合をやっていたら大変なゴーゴーとした非難の渦になるでしょう。ペナルティーエリアの外でボールが右に左にと行き交っております。ラリー・ロイドから前方にボールをフィード。前半ほとんど時間がありません。さあモレイラが上がるか。このボールをカットしました。フランキー・グレイ左に叩くか。そのままゴールを狙いました。今はどうでしょうかね。左に叩いてもいいような、今ね、9番のウォーレスに合わそうとしたですね、はい、それがちょっと当たりどころが悪くて外へ、はい、切れていったっていうところじゃないかと思う。シュートを狙ったのではなくて、はい、シュートを打ったんじゃないと思います、はいはい、このフランキー・グレイ選手はお兄さんがエディ・グレイという選手でありまして、リーズユナイテッドのウィングプレーヤー、ね、兄弟でナショナルチームのメンバーなんですよね。そうですね、有名な左のウィングですよね、はい、はい、リーズが個前線を極めた時の左のウィングだったですね、はい、さあ前半はほとんど時間がありません。まもなく45分を迎えようとしております。ナショナルが1点をリードしております。1対0、ファウルがありました。主審のクラインさんが時計を見ております。
大時計はすでに45分を示しております。ゆっくりとボールを置きます。ケニー・バーンズ、ここで前半が終了いたしました。1対0。前半の10分、背番号9番ビクトリーノの見事な得点によりまして、ウルグアイのナショナルが1点をリードして後半に折り返しております。6万2000人超満員のお客さんが入りました国立競技場です。前半1対0と、前半の10分に背番号9番ナショナルのエースストライカーのビクトリーノが1点をマークいたしまして1対0、その時のシーンですが、川本さん、はい、非常に冷静なプレーという先ほどご指摘がありましたが、はい、やはりですね、はい、ゴール前できちっと自分のところにボールをコントロールしてますですよね。それからもうゴールを狙いすまして打っているというところにですね、はい、モレイラですか、ここから入ってくるのは、はい、それは低いセンタリングをする、はい、相手の前でですねカットする、求めたらもうゴールが狙い撃ちですよね。ああいう止めた後のですね、その心理の状態って言いますかね、もう自分が一番いいところに止めたと、だからもうあとはもう落ち着いて蹴るだけだというところのですね、決して慌ててないですよね。普通、まあ、私ども日本のね、はい、選手、まあ、これは鴨本さんを前に置いて大変失礼なんですけれども、はい、非常にああいうゴール前で慌ててしまって、ね、ボールの当たりどころも悪くなったりしてしまう、はい、そういうミスがないですね。そうですね、やはり自分の思ったところにボールを止めてると、そこに止まった時はですね、やはりもうあとは冷静にこう的をこう射るというような、ね、非常にこう落ち着いてですね、ボールの一番キーパーの当たらないところにスパンとつけてる、そういうやはり素晴らしいゴールだと思います。そういうところはやはりですね、日本の若いサッカーの選手がですね、そのシュートさっき早くしなければいけないんだということじゃなくてですね、はい、もう自分が止めた場合は落ち着いてゴールの枠に蹴るということをしなければいけないと思うんですね。私もよく言うんですけど、まあ、自分の狙ったところにゴールが止めろと、そして落ち着いて蹴れということを、やはりこれを実践してくれたゴールじゃなかったかと思います。はい、さて1対0で間もなく後半を迎えます。トヨタヨーロッパサウスアメリカカップ決勝戦です。ヘリコプターからご覧いただいております。ぎっしりと埋まりました東京の国立競技場、暖かい日差しが差し込んでおります。これから後半を迎えます。このエーストレバー・フランシスに期待がかかりますノッティンガム・フォレスト。ところでこの試合の最優秀選手が1人選ばれますと、その選手にはこのセリカが贈られることになっております。もしナショナルの選手ですとこの白のセリカ、そしてノッティンガムですと先ほどの赤いセリカが贈られるということです。さあ両チームの選手がフィールドに散りました。エンドが変わります。右から左に攻める1点をリードしている白とブルーのユニフォームがナショナル、ウルグアイモンテビデオのチーム、これが先制点をマークしたビクトリーの背番号9番172センチ小兵です。一方左から右に攻める赤いユニフォームがノッティンガムフォレストです。さあ後半の立ち上がり大事な時間帯、ここでノッティンガムフォレストが同点に追いつくことができますか。レイモンド・ポンテが映っています。その向こうがゴンサレス24歳、そしてさらに向こう側が赤毛のヤン・ワレスです。さて両チームのハーフタイムの表情、ベンチの表情はどうでしたでしょうか。関さん、ノッティンガム・フォレストはどうですか。はい、監督のクラフさんがですね、はい、一番最後に部屋に入りまして、大変激しくですね、ドアを閉じました。そしてそのまま、なかなか何にも聞こえてこないんですね。何か聞こえたような感じなんですが、意味が取れないんですよ。で大体13分ほど経ちましてからですね、出てきたのでちょっと聞いてみましたら、クラフ監督とそれから、シルトン選手が、はい、選手たちを注意、選手たちに注意を与えたり何か激励していたような、雰囲気でした。最初にその意味が取れなかったというのは怒鳴り散らしたということではない。そういうことなんです。あ、そうですか。はい、大変激しい調子でした。あ、そうですか。はい、はい、
さて一方セルジオ越後さん、ナショナルの方はどうでしょうか。はい、監督さんはじめですね、非常に落ち着いてまして、あ、やっぱりゆとりがありますか。はい、はい、それで非常にエスパルガの活躍を、まあ、キャプテンベテランでですね、まあ、守りの柱になっているんだと、はい、トレイバーフランシェは今まで予定通り抑えていると、して、まあ、チームの流れがですね、あんまり満足さがなかったのは、まあ、ちょっと若手が何人いましてですね、特にロザード中心に、まだ若いせいかもしれないんですけども、はい、ちょっと硬くなってるんだと、それ後半にね、もう少しスムーズの流れを期待して、作戦は前半と変わらないで、満足してるらしいんです。はい、分かりました。さあ後半初めてのチャンスを迎えているノッティンガムフォレスト、ゴール前に入りました。ヤン・ウォレスが動く、ノッティンガムのチャンスと思われましたが続きません。中盤です、ケニー・バーンズダイレクトパス、フランシスのシュートはダメだ。4番のブランコが懸命に当たっていきました。今のシーンです、はい、ま、うまく抜け出て右のアウトサイドシュート打ったんですね。そうですね、はい、この辺りももうなんとなく何でもないプレーだなというふうにあるいは思えるかもしれませんけども、実は素晴らしいプレーなんですね。そうですね、はい、7番のポンテが追います。ノッティンガムフォレストです。赤いユニフォーム、左から右に攻めます。ラリー・ロイド、ドリブルでゆっくりと攻め上がります。フランシスが向き直ってどこにパスを出すか。スルーで上がってきた。さあどうだ、スチュアート・グレイ、スチュアート・グレイはシュートできなかった。この若い選手、21歳のスチュアート・グレイ、はい、今いいとこ上がり込んだんですけどね、はい、ちょっとパスが長かったですね。やはりそれを冷静に見ていたのがフランシスということになりますよ ね、 そうですね、はい、味方の選手の動きをよく捕まえております。7番のビカ、今度はナショナルのボールです。ハーフウェイライン上です。ウルグアイのモンテビデオからやってまいりましたナショナルにおります。モレイラがボールを持って逆サイドにボールを流すか。非常に速いドリブル、クロスボールです。アンダーソンがヘディングで流す、また大きく戻しました。11番のモラレス、ゴール前で待っているのがビクトリーノ。モンテビデオ、ウルグアイといいますと、南米大陸の大西洋側、ブラジルとアルゼンチンに挟まれたちょうどこう三角を結びといったような形の小さな国です。面積は日本の半分ほどしかありません。国土の8割以上が緑の牧草地に恵まれておりまして、牛とか羊の数が3000万頭、人口が300万人といいますから国民1人当たり10頭の家畜を飼っているという計算になります。もちろん主な産業が牧畜、羊毛の生産高では世界第6位を占めているという国であります。まあ、1930年に独立いたしましたウルグアイ、首都のモンテビデオにはその19世紀当時の石造りのビルが非常に古めかしく未だに立っておりまして落ち着いた感じの街、それが私の印象でした。前半、いや後半の5分を経過いたしまして1対0、依然として前半の1点の得点を守っておりますナショナル。両チームのメンバーはスターティングイレブンと変わっておりません。ロドリゲスへのバックパス、ことなきを得ましたナショナル。イングランドの一部リーグ、ノッティンガムフォレストはゴールキーパーがシルトン、2番のアンダーソン、フランキー・グレイ3番、スチュアート・グレイ15番、そしてラリー・ロイドが5番です。あーっと抜け出した、オフサイドですね。オフサイドですね、はい、ビカのシュートはオフサイド。今の持ち込んだらオフサイドじゃなかったですけどね、はい、そのまま蹴ったですからオフサイド取ったですね。もう一回見ましょう、はい、リカからビクトリーノが入って、はい、蹴ったんですね、はい、それで前にいますよね、もうこれですね、はいはい、ビクトリーノがオフサイドですね、はい、倒れていたけれどもオフサイドポジションにいました。このカウンターアタック本当に怖いですね。そうですね、
早いですからね。もう一回また来ました。はい、そのこれだけね、はい、カウンターアタックを許しているというのはどうなんでしょう。ノッティンガムのディフェンスラインがちょっと浅いということはないんですか。そうですね、やはり多少オフサイドトラップを取ってますよね、うん、それを狙っている、はいはい、それがある意味ある時には裏目に出ているということになるわけですね、はい、また快速のビカが走る。ハラハラ指導士のノッティンガム応援席でしょう、今日はノッティンガムの応援席もだいぶ沸いているようでありますが、わずか75人、しかし、声援の数では日本人に負けていないということです、メインスタンドの北側には金髪あるいは栗色の髪が日本人の黒い、髪の毛の中に混じっているということで、40本の紅白の旗、これはノッティンガムフォレストのチームカラーでありますが、赤と白の旗を打ち振ってラッパを吹きながら応援をしております。一方のウルグアイ、画面の向こうのスタンドの右側になりますけれども、30人が、中央やや右寄りに旗を持って陣取っております。でその声の大きさに日本のファンがポカンと口を開けて見るほどの迫力があるんだそうですが、まあ、やはり本場の応援の迫力は一味違うようです、それからその他にも今日は、各地からサッカーファンがこの国立競技場に集まってきておりますが、静岡県の焼津のサッカー少年団チームのちびっこ60人監督の先生と一緒に観戦中です。もうこの国立競技場に足を踏み入れたのも初めてというちびっ子たちですが、とにかくうまいやという一言だそうであります、また千葉県からやってきた小学校5年生の男の子はビクトリーノのシュートを見た時には胸がドキドキしたということでありますが、ノッティンガムフォレストのロバートソンのシュートは大きく右に外れております。多少やはり、はい、ノッティンガムの方がですね、長いパスを使い出してくると思いますね、後半には、はい、それはまたどういうことで、なんて言いますかね、前半は比較的細かいパスを使ったのが、はい、やはり英国のチーム特有のですね、ゴール前に長いボールを入れてくるっていうサッカーになってくると思いますね。あ、そうですか、はい、どうしても点が取れないということになると、もともと英国スタイルといいますかね、長いプレー、はい、ゴール前を思いっきりボールを入れますね、はい、ボールを掘り込んでくるっていうかね、そういうサッカーに後半なってきて、後半は多少どちらも荒っぽくなってくると思いますね。あ、そうですか、はい、ここはボールを持ちます、シュートを狙います。2m44cm のクロスバーの上を越えていきました、11番のロバートソンのシュート。先ほどから再三再四チャンスを作っているロバートソンでありますが、もう一つ決まっておりません。ヘリコプターから今のシュートをご覧いただいております。これでどうでしょうか、はい、今後半の間もなく10分になろうとしているわけですが、はい、イングランドが焦りを見せてきてしまっては、これはもう思うつぼということになりますね。そうですね、非常に守りが固いですよね、ナショナル、はい、はい、さあ9番のビクトリーノがボールを持ちます。激しいタックル、これはボールに行っておりますラリーロイド、はい、7番のポンテ、足技をご覧いただきましょう。さあ後方から上がってきました15番のスチュアート・グレイ、ボールはまだナショナル陣内です。高いボールをコントロールします。この辺りも冷静なプレー、モレイラがボールを持って上がります。俊足ドリブルのモレイラがぐんぐん上がった、先ほどアシストを記録しています。そしてこれまた俊足のビカがいった、ゴールキーパーのシルトン身を挺してこのボールを抑えました。後半の10分を経過いたしました。残り試合時間が35分、ビブ・アンダーソンから長いパス、そしてウォレス、ウォレスがボールをワンツーリターンで受けます。パスが通りません。厚い守り、ブランコ、背番号4番のブランコ31歳、そして左のゴンサレス、中盤のボールの奪い合い、激しい当たり、後ろから足を蹴ってしまいました。やはり後ろからのこういう激しいプレーっていうのは非常に、まあ、やられた方は怒るんですね。そうですね、はい、やはりね、真正面から来る激しいプレーっていうのがわりかし平気なんですけどね、やはり後ろから来るっていうのはもう防ぎようがないですからね。ですからその後ろからやられた時は怒りますよね。ああ、そうですか、はい、後半に入りまして10分を回っております。1対0、1点をリードしているのが白とブルーのユニフォームのナショナル。今のサッカーをリードしております南米と、そしてヨーロッパの、そのチャンピオン同士の世界一決定戦、11番のモラレスのセンタリング、これはゴールラインを割っておりますがコーナーキックです。
ときわ大きくラッパが吹き鳴らされております。国立競技場です。ビカがボールを置きます。ショートコーナーです。モラレスがちょんと流してビカが逆サイドへボールを送りました。モレイラへのパスでありますがこれは流れております。さあここからノッティンガムがどういうボールで、チャンスをつかみますか。ノッティンガム、バッキンガムとかあるいは、そういったガムというつく名前のところがバーミンガムもそうでありますが、地名が多いんでありますがこれは、スペルを見ますとノッティングハムとなります。最後の HAM ハムはあの食べるハムと同じステップスペルなんですけれどもイングランドではこのハムというのは町とか村といった意味なんだそうであります。12世紀から商業工業の町として栄えたノッティンガム、19世紀の産業革命によってさらにその重要性が増した土地であります。さあまたナショナルのチャンスです。ゴンサレスのセンタリング、11番のモラレスが走り込みましたがこれはシルトンが抑えました。ああいう、はい、ところのゴールキーパーの判断いいですね。やはりナショナルチームのゴールキーパー、はい、そのうまさが十分に生かされているわけですね。やはりあの1点目入れられた時でもですね、バックの選手に怒鳴り散らしたですよね。ああそうですか、あそこのところでボールを止められてシュートを打たれたら、入れられるのは当たり前だろうというような感じで怒ってたんじゃないかと思うんですけども、やはりこう守ることにかけてはやはり絶対の自信を持ってるんでしょうね。はい、このピーター・シルトンというゴールキーパーの話、先ほどはちょっとロングシュートの話をいたしましたが、レスターシティというチームにいた時にはゴードン・バンクスというあの有名なイングランドの代表ゴールキーパーと同じ時に活躍したんですね。さあゴール前です。トレバー・フランシスセンタリングだ。さあどうだ、足元にボールが落ちているぞ。攻めない、攻める、攻める、どうだ、コーナーキック、コーナーキックを終えました。よく守りました。惜しいですね。こっからのチャンスです。はい、センタリングを足元に引っ掛けて、うん、はい、キーパーよく判断したですね。キーパーの手で出したですね。さあもう一回ゴール前に上がってくるぞ。ボールが逆サイドに振られた。5番のラリー・ロイドのヘディング、どうだった、トシ。ちょっと監督のクララさんですか、クラフ、はい、クラフさんですか、ちょっと隙がないなっていう感じですね。そうですね、はい、やはりこれはこれだけ攻めていて得点が取れないというのは隙がないということになるわけですが、そうですね、はい、攻め方は決して間違っていないという、そうですよね、はい、非常にあのなんて言いますか、ノッティンガムのリズムでサッカーやってるんじゃないかと思うんですね。あ、そうですか、はいはい、ですから、ほとんどこうモンテビデオの方はですね、はい、カウンターの先方しか、ビカ、はい、アウトサイドのシュートですね。右足の背番号7番のビカです。やはりこういうふうに、まあ、カウンター的な先方がナショナル、はい、取らざるを得ないということですね。そうでしょうね、はい、後半の15分を経過いたしました。残り試合時間が30分です。あっとこのワンツーリターンは読んでいませんでした。トレバー・フランシス、15番のスチュアート・グレイとちょっと悪かったといったような表情を見せました、ね、トレバー・フランシス、前でスルーパスを出そうとした、はい、フランシスの方は自分の足元をもらおうとした、そこのところにちょっとこうタイミングが合わなかったんですね、はい、まあ、本来ですとこのスチュアート・グレイのポジションにはキャプテンのマッガバン選手が入っている、これがあのイングランドの試合での普通の時のシフトですから、はい、そのあたりあるいは一つ息のつながり合いがうまくいかないのかもしれませんね。はい、ストッパーのエンリケスをご覧いただいております。3番をつけているエンリケス、前方にボールをフィードします。深いボールが入ります。2番のモレイラが上がっていました。この辺りはオーバーラップ非常にスムーズにいっておりますナショナルです。1対0と1点をリードしております。トヨタヨーロッパサウスアメリカカップの決勝戦です。まあ、この
世界一のクラブチャンピオンチームを決める大会ということなんですが、川本さん、はい、世界一というけれども、なんでじゃあアジアとかですね、はい、アフリカとか、あるいは中央アメリカのチームが出ないで世界一なんだというふうに疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますけれども、はい、これはもうサッカーの世界ではしょうがないことなんですね。ヨーロッパと南米が代表するというのは、はい、そのアジアのそういうエリアはないですね。アジアのチャンピオンを決めるクラブの選手権というのは今、はい、ですから今やはりそういうヨーロッパのチャンピオン、ヨーロッパカップというものと南米カップというもの、それの勝者が世界一を決めるということになっているんじゃないかと思うんですね。もう少し、過去何年か前にはアジアのチャンピオンを決めるクラブ選手権があったんですけどね、はい、はい、いいチャンスだ。ヤン・ワレスのシュート、あっと抑えた。ゴールキーパーのロドリゲス、ワンバウンドして抑えました。ノッティンガム、これが4本目のシュート。ヤン・ワレスのシュート、ミドルシュートでした。非常にツートップのフランシスとウォーレスを使ってですね、はい、次の1回当てといて後ろから攻め上がってくるというところの、はい、またですね、10番のウォーレス、ディフェンダーを背中にして1回味方にパスをいたしましたがダメです。もう1回中央にボールを出してケニー・バーンズ、ケニー・バーンズがここから上がります。ケニー・バーンズが上がっていく、2番のアンダーソン、はい、さあ10人全員が相手陣内に入りました。ノッティンガム・フォレスト、これはどちらのファウルでしょうか。真ん中で挟んだですね。挟んだんですね、はい、はい、キャプテンのエスパラゴが2人に挟まれてしまいました。しかしすぐに立ち上がっております。この辺りはやはりこういったラフプレーにも、ね、慣れているんですよね、はい、やはり何て言うんですか、自分の察知するって言いますかね、はい、あ、この辺では来るなというようなあれが分かってるって言いますかね、普段からそういうサッカーに慣れてますからね。つまり柔道でいう受け身のプレーもできているということですね。ですから非常に激しいタックルを受けた後でもですね、はい、非常に身のこなしっていうものが柔らかいですよね。バックパスです。これは場内からまた今度はまあヤジといいましょうか、ブーイングのラッパが鳴っております。これがキャプテンのマクガマン、ノッティンガムフォレストのベンチでじっと戦況を見合っております。これもまたバックパス、ゴールキーパーのピーター・シルトン。日本の監修もよくこうサッカーを見て知ってますよね、はいはい、今のようにバックパスを出しました ね。これはタッチを割っております。ボールはスローインです。2番のアンダーソンから7番のオニールへ、オニールが前方にボールをフィードします。中盤でもボールを何としても阻もうというのがナショナルのディフェンス。さあこれがまた挟むような格好になりました。今度はエスパラゴが挟んでしまいました。後半の20分を経過しました。依然として1対0、これはフランシスについているのは6番のエスパラゴです。しっかりと守っております。自由にさせません。須澤さん、はい、ナショナルのベンチですけども、はい、エジゴさんどうぞ。内容が非常にノッティンガムの方に傾いててですね、そうですね、監督さんコーチはじめですね、非常に大声でですね、はい、ヒランリング・モラレスなりキャプテンのスパラゴにですね、はい、大きな声で葉っぱかけてますね。 そうですか。あまり満足してないみたいですね、この押され気味が。ちょっと押されてますからね、はい、ナショナルのムヒカ監督は35歳です。そしてその片腕として頑張っているのはエストバン・ヘストトレーナー、このヘストさんというのは大学で体育教育学を専攻いたしまして、プロフェッサー教授の肩書きを持っております。選手の体力作りの面を担当しているのがヘストさん。79年のワールドユースで3位になりましたウルグアイの、ユースチームのトレーナーも担当いたしました。まあ、そういったあたりがそのさすがは世界に名だたるクラブチームであるという感じですね、はい。やはり今エチコ君が言いましたよね、やはりあまりにも長時間自分のゴール前に釘付けされているとい
ということはやはり精神的なものすごく負担になりますからね、はい、そういう意味でやはり、まあ、攻めろということでしょうね。なるほどね、はい、放送席の石田さん、はい、ノッティンガムフォレストサイドの席ですけれども、ワード選手が出るようです。ワードが出ますか。はい、はい、ピーターワードが変わるかは分かりません、はい、ベンチ前で今ピーターワードが立ち上がりました。背番号12番をつけている選手が間もなくこのフィールドの中に入ってまいります。これがピーターワード。ペニーバーンズから前方へボールをフィード。中盤です。ロバートソンから右サイドへボールを流しましたが、これがまた網にかかります。7番のオニールです。アンダーソンが待っている。そのアンダーソンにパス、そしてポンテが下がってきました。そのポンテからワンツーリターン狙ったんですがダメです。中盤のボールの激しい奪い合い、これはビクトリーノが勝ちました。オニールに反則がありました。ここでメンバーがチェンジいたします。8番のライモンド・ポンテに代わってピーター・ワードが入ってまいります。背番号は12番、口ひげをつけている、これも若い選手。ピーター・ワードがポンテに代わって入りました。やはりあの点が取れないということで中盤の選手を、はい、さあそのワード、変わったばかりのワードがボールを持って入る。3対2の形になった。完全にアウトナンバーしているが、ここでディフェンダーが帰ってまいりました。しかし15番のスワード・グレイ、これはダメです。左足のシュートは右に切れております。やはり若い選手を使ってなんとか突破口を得ようということですね、はい、ウィングの選手ですね、はい、きっちり左サイドの方はですねロバートソンでいけるんですけども、はい、やはりちょっと右サイドから破れないということで右サイドに快速のワード選手を出したんじゃないかと思いますね、はい、あるいはこれでその2トップからフォワード3人に切り替えてくるかもしれませんね、はい、さあそのワードへのパスでありますがディフェンダーが懸命にヘディングでクリア。アンダーソンヘディング、長身のリシテのヘディングです。もう1回ヘディングの応酬だ。ボールが全然地につきません。まだつかない。ようやくここでワンバウンド、空中戦になりました。中盤のボールの奪い合いです。ゴール前ではありません。ここでようやくナショナルがボールを持って、ここは時間をかけるでしょう。やや攻め込まれていたナショナル、キャプテンのエスパラゴ、35歳のエスパラゴがボールを前方にフィード。足元にボールを置いてワード、これも後ろからプッシングの反則、ゴンサレス。1点が欲しいノッティンガムフォレスト。前半の10分にナショナルの1点だけ、ビクトリーノの得点だけです。まだ1対0。やはりこの辺りは自由にボールをコントロールさせてくれないんですね。そうですね、はい、やはり縦に入ってくるボールには強いですね、はい、ですからもう少し横から、お、大きな声を上げています。ブライアン・クラフ監督です。横からでしょうね、やはり攻めるのは。そうですか、はい、まあ、前半の半ば頃から再三その川本さんが攻めるならばウィングからのえぐりだということを指摘されていますけれども、はい、そのあたりワード、あるいは11番のロバートソンがどういう攻めを見せてくれるか。後半も25分を経過して残り試合時間が20分。突如すごい風が吹いてまいりまして、今のノイズは場内のノイズを取ります。マイクロフォンが倒れた時の音であります。左から右、ちょうど追い風になります。ノッティンガムフォレスト、さあこれはチャンスだ。中盤でボールをコントロールしてどっちへ出す。11番のロバートソン、激しいマークに合いました。ビカがボールを持ちます。9番のビクトリーノ、ビカオフサイド、わずかに出足が速すぎた。やはりもうナショナルとしてはこういう攻め方ですね。そうですね、なんて言いますかね、守備の硬さっていうのはもう守るっていうことで慣れきってるんだと思いますね。あ、慣れきっている、はい、ですから非常にこう守ってても冷静ですよね。決してバタバタしないんですね、バタバタ慌てないですね、はい、
さあここまでまた攻め込まれているんですが選手は決して慌てていない。ナショナルの守りです。ゴール前にボールが上がってこれはゴールキックです。11番のロバートソンはマイボールというふうに手を挙げておりますがナショナルボールです。シュート数ウルガイは前後半を通じて5本、イングランドは13本、シュート数では圧倒的に3倍近く上回っているブライアン・クラフ監督率いるノッティンガム・フォレストなんでありますが、しかし得点には結びついておりません。11番のモラレス、ルサルド、そしてミラールからこのパスはつながりません。さあここで7番のオニールだ。オニールがちらっとルックアップ、どっちへボールを出すか、ぐーっと中に入ってきました。ブライアン・エイ・ヤッフランシスのシュートは右に切れております。なすべなしといった感じでしょうか。ちょっと考え込んでしまいました。トレバー・フランシス、ここまでは非常にボールをうまくキープしました。切り返しました。そしてシュートを狙いました。これは右に外れております。かなり強い風、一陣の突風が巻き起こっております。国立競技場、このグラウンドの中にも砂がかなり入っておりますので、その砂を巻き上げていてちょっと場内が一瞬、騒然としてまいりました。さあ今度は追い風です。風を利用するという手もあります。そうですね、これは注意を与えるでしょう、ね、激しいホイッスル、はい、はい、10ヤード9メーター以上離れなければいけません。フリーキック、2番のアンダーソンからオニールへ、オニールがここからクロスボール、ゴール前に上げた。さあヘディングはブライアン、どうだ、9番のトレバー・フランシスに合いません。今度はビカがボールを持ってドリブルだ、はい、早いぞ、2対2、まだディフェンダーが帰ってこない。さあ切り返した、これはまたオフサイドだ。しかし流しました、主審は流しました。7番のオニール、スチュアート・グレイから3番のフランキー・グレイ、もう1回スチュアート・グレイ、ここから攻撃を組み立てます。ノッティンガム・フォレスト、2番のビブ・アンダーソン、初めて黒人としてナショナルチームのメンバーになりました。ミラールが大きくクリアします。競り合いです。ワードが勝ちました。素晴らしいボールコントロールです。さあ中央だ、ボールが足につかない。逆にボールはナショナルです。ここはじっくりと攻めます。ミラールからバックパス、ここでまた観衆からブーイングの声、そしてラッパの音、これはもちろんノッティンガム・フォレストのラッパの音です。これだけ攻めていて点が取れない、はい、こういう時にはどういうふうにして突破を狙ったらいいんでしょうかね。そうですね、なんて言いますか、大きなことをやる方がいいと思いますね。具体的に言いますと、はい、ですからですね、両翼から早大きくゴール前を掘り込むとかですね、もう少し英国チーム特有のサッカーをですねやるべきだと、やはり同じようなタイプでサッカーをやってると思うんですね。ああ割合にこう個人技を生かしてキープしているのが、はいはい、イングランドのチームに見られるということですね、はい、後半の30分を経過いたしました。残り試合時間が15分、この辺りドリブルです。ドリブルで抜きます、はい、ここからですよね、はい、さあどうだ、ポストに当たった、頭を抱えました、思わず頭を抱えましたが、15番これはスチュアート・グレイ、そうですね、いいヘディングだったんですけどね、やっぱり突きがないんですかね、はい、惜しいですね、もうゴールキーパーどうしようもなかったですね、そうですね、全く動けませんでしたもんね、はい、やはりこういう攻めをノッティンガムした方がいいと思いますね、はい、いわゆる単純なサッカーをする、はい、ということですね。ラリー・ロイドから前方にワードが胸で落として、7番のオニール、オニールからさあ手を挙げているのはロバートソンですが、逆サイドまでボールが渡りません。中央突破を図ります。さあここからトレバー・フランシスだ、逆サイドに振るか、はい、ここからですね、ですね、ここはい、単純に上げる、はい、ちょっと時間かかりすぎますよね、ボールを早く上げたかったがダメです、はい、ロバートソンゴール前に詰めています。10番のワレス、12番のワード、
そしてトレバーフランシスはグッドボールに寄っていきます。オニールも寄っていく。15番の先ほどヘディングシュートを見せたスチュワート・グレイが上がっている。ゴール前にボールがやってこない。これは冷静にプレーをするでしょう。ゴールキーパーのシルトン抑えました。そしてケニー・バーンズです。金髪のケニー・バーンズ、スコットランド代表選手です。78年のアルゼンチンのワールドカップにはリベロとして出場しております。ドリブルでゆっくりとゆっくりと上がります。さあ10人の選手は全部ナショナルの陣内に入りました。もう一回外ですよね。はい、リブ・アンダーソンがボールを追います。ロイドが上がってますからね。あそこの頭狙ってます。頭ですね、はい、1m86 のロイドの頭に当てたいが、どうでしょう。ワントラップしてボールを落とした。12番ターンワードハンプル、あっとゴールキーパー激しくぶつかりました。これはいけません。主審がすぐ割って入ります。トラブルは起きません。トラブルは起きていません。警告が与えられます。あ、ラリーロイド大きな選手、悪い悪いと手を挙げました。まあ、今のはしかしあのしょうがない場面であるかもわかんないですね。キーパーがハンブルしたですからね、はい、あそこで、はいはい、飛び込んでいくのはしょうがないですね、はいはい、あの決して蹴ってるわけじゃないと思うんですね、うん、足を、ね、出して、はい、やっぱボールに行ってますからね、まあ、多少しょうがない面もあると思いますね、はい、まあ、あれを蹴ってましたらね、はい、いけませんけど、足を出していっただけですから、これはもうしょうがないと思います。キーパーがハンブルしたですからね。そうですね、はいはい、まあ、巨体のラリーロイドだっただけにこのロドリゲスには応えたかもしれませんね。そうですね、はいはい、それにしてもこのクライン主審のその処理が早かったですね。そうですね、はい、この辺りは本当に素晴らしい判断。国際試合 FIFA の公認ゲームを20試合経験しているというクラインレフェリーの非常に厳格な判断がありました。さあここでビクトリーノが走るぞ。ケニー・バーンズがバックパス。後半も33分を回っております。1点が欲しいノッティンガム・フォレスト。イギリスからは75人のファンが応援に駆けつけております。これはゴールキックです。ワレスの足に当たってボールが出ました。あとの10分少々ですか、はい、もうこういう場面がゴール前ふんだん出てくると思いますね。もうやはり早いと思いますよ、ゴール前掘り込んでくるのが。ですからゴール前のこぼれ球と言いますかね、はい、そして一つ一つの判断を間違うとやっぱり点を食らうような格好になると思いますね。ゴンサレスから ミラールです。ケニー・バーンズです。この辺りは本当にナショナルチームのプレーヤー同士の対決になっております。ノッティンガム・フォレストには11人中10人のナショナルチームのメンバーが入っております。このバーンズはスコットランドの代表選手。バーンズが相手の状況をよく読んでパスを出しました。前方にボールを引き、そしてワードです。ワレスがゴール正面に上がっているぞ。さあそこへボールが上がるか。ロバートソンも手を挙げて待っている。これはこちら側のタッチラインに出ました。後半も残り時間が10分になりました。35分を回っております。ボールがペナルティーエリアの中に入りました。9番クレバーフランシス、ヘディングセンターだ。どうだ、入ったか。おっと、よく弾いたキーパー。キーパーやはり判断がいいんですね。そうですね、判断が鋭いですね、はい、今もう手を出しただけですよね。そうですよね。もう一回見ましょう。中にボールが入ります、はい、このボールですもう、はい、本当素手で打って手ですよね。そうですね、はい、やはりあの辺の身のこなしといいますか。このホイッスルはファールです。ビクトリーノがお腹を押さえて倒れました。苦しそう。入れないですよね。今のは大したことはないって思って。なるほど、はい、入ってはいけないと、トレーナーは入ってはいけないというふうに言っております。ドクターが入りましたが、今のプレーですがどこに入ったんでしょうか、ちょっと入ってないと思うんですけど ね、 入ってないですね。あるいはこれはジェスチャーかもしれませんね。そうですね、多少そういうところがあると思いますね、はい。世界一のクラブチームのプロチームのチャンピオンを決めるこのトヨタ
ヨーロッパサウスアメリカカップ、南米のチャンピオンのナショナル、そしてヨーロッパのチャンピオンのノッティンガムフォレストの対決になりました。1対0、前半の10分に1点が入りまして、ナショナルフットボールクラブが1点をリードしております。まあ、川本さんは、去年の12月の16日に、バルセロナで行われましたチャリティーゲームに世界のスタープレイヤーと一緒にアジアの代表としてプレーをされました。はい。まあ、私ども、川本さんに期待する目としましてはですね、はい、川本さんが出ているんだからもう日本だってもっと評価されてもいいのではないか、はい、つまりこういう世界一の決定戦に例えばクラブのチームではないけれども、はい、企業のチームが単独チームとして予選に参加してもいいのではないかというふうにね、考えたりするんですけれども、やっぱりまだまだその力の差というのはあるんですか。そうですね、やはり。さあチャンスだ、オニールからウォレス、ボールを突っかけてゴールキーパーを抑えた。やはりですね、こういう、なんて言いますか、最後のところの迫力と言いますかね、そういう点がやはりまだ日本の選手が足らない点だと思いますね。ですからあのボール扱いしてもですね、そういうどんな技術的な体力的な面そんなに私は変わらないと思うんです。ですけどもやはりあの要はですね、そういう意気込みって言いますかね、よしやってやろうというところと技術的な面がですね、噛み合ってこないっていう面がやはり日本の選手に一番足らないところだと思いますね。やはりゴールに対する執念、はい、気迫、そうですね、はい、それとやはり私は勝ってやろうという気がなかったらですね、それを本当にどこでその出せるかって言いますかね、本当に出せる選手がたくさん出てきたらですね、私はこの中に入っていってもですね、はい、十分やれる選手がいると思うんです。まあ、あの最近では奥寺選手が西ドイツのプロチームでやってますし、はいはい、それから川本さん、それから杉山さんですか、はい、メキシコのオリンピックの後はいろんなチームから入ってはどうかというお誘いがありましたね。で川本さんは何ですか、このナショナルからも誘われたんだそうですね。あのメキシコのオリンピック終わった時にですね、多分このチームだったと思うんです、はいはい、私は全然その意には欠けてなかったもんですからね、後で考えてみるとこのもモンテビデオナショナルっていうチームじゃなかったかと思うんですけどね。そうですか。ロングシュート、ケニー・バーンズのロングシュートは左に外れております。ノッティンガムはこれで後半8本目のシュートが入りました。しかし得点にはなっておりません。8本目のシュートを打ちましたが得点にはなりません。とにかくその激しいゴールに対する執念、はい、まあ、まさにこの今フィールドの上で行われているプレーは岩を噛む濁流のようなサッカーというそういう感じがしますね。やはりこれはね、男のスポーツですからね、はい、この辺りの走り比べ、はい、これも見事なものです。結局ビクトリーノの足に当たってボールが出ました。ケニー・バーンズが勝ちました。まもなく40分になります。残り試合時間は5分少々。1対0、ウルグアイのモンテビデオにありますナショナルフットボールクラブ、クルブナショナルでフットボール、1点をリードしております。これはフランシス、ボールを持ちます。ゴールが見えてきた、ゴールが見えてきた。さあ打つか、クロスボールを上げて、さあゴール前、ワードが突っ込んだかの前、ラリーロイドも上がっている。2番のビブ・アンダーソン、さあここはどうだ、チャンスだ、ナショナルのチャンス、まだボールをキープしている。この辺り非常によくボールを持ちます、はい、やはり体の使い方がうまいですね、はい、相手が来たらそこの間にうまくボールを入り込ませましてね、はい、ボールを隠しますよね、入れますよね、はい、残り試合時間が5分を切りました。ここはバックパス、時間を稼ぎます。3番のエンリケスからゴールキーパーにボールが戻りました。ハーフウェイラインをボールが越えます。残り試合時間が4分になります。ノッティンガムフォレストが1点に追いつくか。もし1対1の同点になりますとその後延長戦が行われますが、大きなボールだ。さあこれが11番のモラレス、ちょっと難しい体勢からのシュートでした。15分ずつの30分の延長戦に持ち込むことができるかノッティンガムフォレスト。
それとも1対0逃げ切るか、ウルグアイのナショナル。胸でボールを落とします。これはフランスからワンツーリターン、さあ抜け出した、これはシュートは打てるか、角度がない、中央に折り返した、コーナーキックを得ました。コーナーキックに逃れました6番のエスパラゴ。9番のフランシスはこの辺り芝生が非常に浅くなっておりますので、あるいはすりむいたかもしれません。快速を飛ばしたトレバー・フランシス。そうですね、やはりあの芝の深いのと、芝が薄いのとではだいぶ違いますからね、はい、さあゴール前、ダメだ、入りません。キーパーチャージですね。キーパーチャージですか。あ、直接ゴールを狙ったような素晴らしいコーナーキックでありました。もう一回見ましょう。スチュワート・グレイ、そしてヘディングと競り合った、これがキーパーチャージですね。そうですね。残り試合時間3分になりました。最後の3分に勝負をかけますノッティンガムフォレスト。この試合が終わりますと土曜日には FA カップの5回戦、これまでに2回このチームは過去FA カップに優勝しておりますが、ブライアン・クラス監督になってからはまだ FA カップだけの優勝がありません。ヘディングクリアします。ボールが落ちている、ラリーワイドのヘディングは小さい。こちら側のタッチラインも終わりました。さあ残り試合時間が手元の時計では2分を切っております。ノッティンガムの応援席も大きな旗が打ち振られます。向こう側のブライアン・クラフ監督、やや渋い表情です。リブ・アンダーソンつなぎます。ケニー・バーンズ、長いボールだ。ヘディングで競り合います。さあこれはフランス、フランスの足にボールがつかない。この辺りもディフェンダーの体の寄せがいいですね。手元の時計では1分を切りました。1対0。果たして今年のトヨタカップの勝者はナショナルか、それともノッティンガムフォレストか、ウルグアイのナショナルがこのまま逃げ切るか。ナショナル追加点のチャンス、これはケニー・バーンズのオブストラクション。ボールにプレーする意思なしに相手を邪魔しました。立ち上がったのがヘストトレーナー、時計を見たのがムヒカ監督。ほとんど時間がない、あるいは先ほどのインジュリータイムを取るかもしれませんが、そうですね、今日のクラインさん、はい、ゴール正面20メートルのポジションからのフリーキック、これは南米流の素晴らしいバナナシュートを見せるか。壁を作りますノッティンガム。もう蹴るでしょうね。蹴りますか、はい、ダイレクトで蹴るか。ダイレクトで蹴るでしょう。ルサルドか。シュートを狙ったのは11番のモラレス。ルサルド冷静に右に流します。オフサイド。おっとこれはオフサイドだ。さあ大時計は45分が回りました。試合時間はほとんどありません。インジュリータイムか、時計を見ている。ここで試合終了。ナショナルに世界一タイトル獲得であります。今年のトヨタヨーロッパサウスアメリカカップ、ご覧のようにトリコロール、ナショナルチームが1対0でものにいたしました。舞台を東京に移して一発勝負、中立国の日本で行われましたトヨタカップの決勝戦、見事にこのムヒカ監督率いるナショナルモンテビデオが勝利を収めました。あ、抱き合って泣いています、喜んでいます。世界チャンピオンのタイトルを獲得しました。そしてトリコロールの旗がなびきます。応援席です。まあ、それにしましても本当に見応えのある試合になりましたね。はい、非常にお互いのチームの特色が出た非常にいいゲームだったですね。はい、ただ一つ言えることはやはりノッティンガムに隙がなかったと。
非常に試合はこうノッティンガムのリズムで試合は行われたんですけどもね、はい、やはりゴール前にもう一つ策がないと言いますか、隙がなかったというところじゃないかと思います、はいはい。まあ、とにかく手元の集計で再三お伝えしておりますけれども、結局イングランドのノッティンガムは17本のシュートを打って1点もなし、はいはい、ウルグアイはわずか6本で1点を挙げたんですからね、はい、やはり今サッカーというのは本当に攻めても攻めてもこういうことがあるんですね。そうですね。しかしあのキーパーのロドリゲスですか、はい、非常に再三いい判断でピンチを救いましたですよね、はい、そうですね、はい。まあ、ディフェンダーも非常によく守っていたけれども、そのディフェンダーをすり抜けてくるボールを本当に身を挺して止めたのがロドリゲスでしたね、はい、やはり3本ぐらいあったですね、はい、そうでした、はい。まあ、終了5分前あたりで見せたあの、はい、パッと変わり身を見せて、ね、手を出したときには本当にびっくりしましたもんね、はい。さてこれから表彰式が行われますが、30人のわざわざモンテビデオから駆けつけました。応援席も本当に大喜び、燦然と輝きますトヨタヨーロッパサウスアメリカカップ。そしてこの大会に、作られました副賞としてのトヨタカップ優勝記念カップ、これは純銀製でありまして、右側のカップですが高さ78センチ8キログラムという大変見事なトヨタカップ優勝記念カップも合わせて優勝いたしましたナショナルに贈られることになっております。伊代子会長が選手と抱き合っております。この伊代子会長も80年からこのチームをの面倒を見ることになりまして、見事にムヒカ監督を招き寄せて、そして世界一のタイトルを獲得したわけであります。今観衆の声援に応えているのが伊代子会長です。ロドリゲスゴールキーパーがその左、表彰式が行われますが、場内アナウンスは3カ国語で行われますので、そのアナウンスメントにちょっと時間がかかります。これがスペイン語の紹介です。キャプテンのモラレスエスパラゴが今出てまいりました。イオッコ会長と2人肩を並べて出てまいりまして、トヨタヨーロッパサウスアメリカカップ2度目の獲得になりました。71年に続いて2度目の優勝であります。おっと、伊代子会長がトヨタカップの優勝記念カップを持っていきましたが、これはまだであります。思わず場内からどよめき爆笑が起こっておりますが、みんなこのカップに接吻をしております。この辺りは日本のチームではちょっと考えられませんね。高々と抱え上げますトヨタヨーロッパサウスアメリカカップ、そしてトヨタ自動車販売株式会社加藤誠司会長から純銀製のトヨタカップ優勝記念カップ、これがゴールキーパーのロドリゲス選手に贈られました。先ほどのトヨタヨーロッパサウスアメリカカップは伝統のあるカップでして、持ち回りになります。一方トヨタこの優勝記念カップの方はこのままナショナルのものになります。さて今最優秀選手が決まったという報告がありました。選手はナショナルの9番ビクトリーノ選手、決勝点をマークいたしましたビクトリーノ選手が最優秀選手、白いセリカがビクトリーノ選手に送られることになりました。この得点を決めた背番号9番のビクトリーノであります。これから場内を一周いたします。勝ちましたナショナルのイレブンでありますが、背番号6番、相手のケニー・バーンズ選手のユニフォームをつけているのが
最優秀選手に選ばれましたビクトリーノであります。もうビクトリーノ選手みんな他の選手から小疲れていましたけれども ね、何度もあの ナショナルでありますモンテビデオでは日本の車ってのは大体日本で売られている4倍の値段になるんだそうです、ね、あそうですか、ですからもう本当に嬉しいでしょうね。そうでしょうね、はい。まあこうして、ウィーニングランをしている姿、あるいはファンの皆さんの中には日本のチームがこうしてビクトリーランをしている姿をオーバーラップさせる方もいらっしゃると思いますけれどもね、はい、これから長い道のりだと思いますけれども、日本はやはりその勝負に対する執念、そうですね、それをもっともっと培っていかなければいけないということですか、はいはい、そうですね。私はやはりあの今日の試合を見ましてですね、本当にその自分たちの目をかけてそういう姿ですね、やはりなんて言いますか、非常に素晴らしいサッカーを見せていただいたですね、まあ、ユースの代表にも選ばれております小松選手を、はい、今度は川本さんがずっと指導されるわけですけれどもね、はい、将来の日本のエースストライカーとして、はい、小松選手にぜひそういう執念、そうですね、気迫といったものをですね、はい、川本さんから植え付けていただきたいですね、はい、本当に素晴らしいプレーを見せました、はるばる38時間の飛行機に乗ってやってまいりましたこのビクトリーノをはじめといたしましてナショナルモンテビデオのイレブン、見事に2回目の世界チャンピオンの座を獲得いたしました。まあ、日本チームがここまで駆け上がるのはまだまだ長い道のりかもしれませんけれども、とにかくこうして世界の頂点を極める試合とはどういうものであるかということを私たちこの目の前で見られたということ、そうですね、これに私はまず満足したいと思います、はい、私もやっぱりこういうチームをですね、はい、作ってみたいと、やっぱり私のチームをこういうこの場でですねやっても対等に戦えるようなチーム、うん、そういうものがやはり私はもうこれからの目標にしたいと思いますね。ぜひそれをお願いします、はい、川本さん、はい、約束してください、お願いします。それでは、これで、ナショナルの優勝をお伝えいたしまして、東京の国立競技場からお別れいたします。解説は川本邦重さんにお願いいたしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。大変控え室では静かな雰囲気でした。しかしあの、クレバーフランシス選手がですね、レッツゴーと一言声をかけまして、先頭になって出てきました。何か静かな中に少しチャンスだ。ペナルティーエリアの中にボールが入っているぞ。スルーしてシュートはアンダーソン、背番号2番のアンダーソンの豪快な上がり、そしてシュートの場面が見られました。前半の10分に先制点をマークした今ボールリフティングを見せまして、また場内がどっとどよめいておりますが、ビクトリーノが決めております。さあまた長いクロスパスだ。逆サイドへ振って7番のビカが待っている。さあどうだ、これはオフサイド、オフサイドです、はい、得点にはなりません、オフサイド。さあこれでちょっともう流れが変わるんでしょうか、それともイングランドがまた激しく攻め込んで、ウォレス、10番ウォレスのシュートは左のサイドネット。さあ今度はロバートソン、ボールを持ちます、ゴール前で詰めます、ウォレス、そしてトレバー・フランシスが手を挙げている画面の一番向こう側です、ウォレス、ウォレススルーしてどうだ、詰め込んだ、アンダーソン、ダメ、アンダーソンのシュートは右に切れております。それから7番が中盤でオニール、8番がポンテ、このポンテがスイスの代表選手です。さあ今度は2番モレイラが上がりました。ナショナル、さあ前で入った、シュート決まった、2番のモレイラからそして鮮やかなシュート、ビクトリーノが決めております。先制点10分を過ぎたところであります。ナショナルが先制点をマークいたしました。